ベニチオ・デルトロは、プエルトリコ出身の俳優。日本では、ベニチオという発音、表記が主流だが、他の国での発音は、ベニシオが近い。プエルトリコ・サン・ヘルマン出身。スペイン人とイタリア人の血を引く。両親、祖父が弁護士だったため、自身も弁護士になるつもりだったが、カリフォルニア大学サンディエゴ校で経営学を専攻している間に演技に目覚める。 そしてステラードラーなどの演技指導者たちに学ぶため、大学は中退した。1988年に p、w、e の空飛ぶサーカスで映画デビュー。零0七消されたライセンスやユージュアルサスペックスで強烈な印象を残した。2000年のトラフィックでアカデミー助演団優勝と第51回ベルリン国際映画祭団優勝を受賞する。 外国語を話す役柄でのアカデミー助演団優勝受賞者は史上4人目、プエルトリ個人の俳優としては史上3人目でもある。2003年の21グラムでは再びアカデミー助演団優勝の候補となる。2004年にこの21グラムでの宣伝で来日した際に熱狂的な日本人女性のファンから腕を噛まれる災難にあったことがある。その時に 日本の新聞の紙面でトロ様と呼ばれた。また、宣伝用のフリーペーパーでは同じく助演団優勝で候補になった渡辺健との対談をしている。2008年公開のスティーブン・ソダーバーグ監督のチェでは主人公のチェゲバラを演じ第61回カンヌ国際映画祭団優勝を受賞した。また、同作品のプロモーションでスティーブン・ソダーバーグらと来日。 六本木ヒルズの映画館にて、ソダーバーグラと舞台挨拶を行った。2014年、サンセバスティアン国際映画祭で、ドノスティア賞を受賞した。2015年には、麻薬戦争を描いた、ボーダーラインに出演し、英国アカデミー賞助演団優勝にノミネートされた。2017年には、スターウォーズシリーズの第八作目にあたる、スターウォーズ、最後のジェダイでは、 dj 役で出演した。2011年、広報より、デルトロとキンバリースチュワートの間に、子供が生まれることが公表された。二人は交際していないという。同年8月、ジョジが生まれた。2011年11月に、スペインの市民権を得ている。ありがとうございます。